物館、日田の伝統産業の伝承保存、日田地方の民具の展示、合掌作りなどの日田地方の民家の移築保存がされている。昭和30年代、みぼダムにより水没する合掌作り民家の八重の原家住宅が横浜市の三景園に移築されるなど、次々と貴重な民家が移築されていくことに対し、地元で保存していく考えで開業した施設である。 案内には、ひだ民族村、ひだの里と表記される場合が多い。正確には、昭和34年会館のひだ民族館と昭和46年会館のひだの里を合わせた施設を、ひだ民族村という。民族村とひだの里は、約700メートル離れており、敷地内を徒歩で移動する。敷地内には、ひだ地方の民家の建物約30棟が、 一区保存されているほか、養蚕、林業といった貴重な民具が保管されている。一部は、実際に触れることもできる。高原集落では、一位一等彫り、ひだ瞬間塗り、草木染め、旗織がなど、伝承保存されている。高原集落内では、藁ら在庫、差し子、壁飾り、草木染め、猿ぼぼ、版画の制作の体験教室や、藁ら在庫、差し子、旗織、 日の木傘、番取り、小家など民芸品作りの実演が行われている。民家のほか、山岳資料館、土蔵、若見月小屋、ばったり小屋、車田がある。収集品のひ田の山村用具とひ田のソリコレクションは、重要有形民族文化財に指定されている。ありがとうございます。